胃が痛い。本当にね、なんかすごい栄養にね、良さそう。もう早く食べたいもん。そう、本当はカレーが良かったけど、日持ちしないなと思って。日持ちない。自分が食べれ、そんなに食べれないなと思って。いつも3日くらいさ、持たせてるからさ。15分が近づいてきた。私は全部切れるのか。うおー、よし。てかもう入んなくなってきた、この中に。どん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 、なんかちょっともうちょっと、ああ芯が芯は切らないとね、芯を切っていかないとね。これはね、玉ねぎを配信です。いいなって、玉ねぎスープ食べたいなって思った方はご使用ください。え、そうなの、私ね、目に来ないんよこれ。玉ねぎ来ない派なの。来ない派っていうか、もう裏技を知ってて、玉ねぎを切るときの裏技知ってんの。もまず切る前に冷蔵庫で冷やしておくこと。そう、あと多分最大はコンタクトしてる。それよ。私はほんと大晦日にイベント中に何しとるん。一体どうなったらこうなったのか。世界中探してもおるんか。というわけでできました。じゃーん、すごいよ。あの時間内にね、切れましたよ。え、これさ、大丈夫？本当に星泣きしてくれた。私ちょっと見てなかったんですけど私こんな見てなかったんですけど、皆さんのことちょっと大丈夫でした？どうだった？いい感じだった？結構寒い、本当に寒い中ね、刻んでいきましたので結構これね、なんか短いんですよ。しかもこれなんか見えないのに短いんですよ。あ、じゃあ私終わります。そろそろ終わりますね。あと3分で終わりです。アカウントもちゃんとした。早くスープにしましょう。ありがとう。メイドさんだよ。メイドさんやんです。この玉ねぎをサラダにしようと思うけど。玉ねぎサラダ。
メニューは玉ねぎサラダ、オニオンスープ、玉ねぎのおひたし。玉ねぎドレッシングで。あと1分半です。もっちーちゃん、たかさん、エビスさん、ミッドナイトシガーさん、タンタンさん、フジポンさん、神戸のヒッキーさん、マイセンさん、マツさん、ヒアキラさん、ミツルンさん、コッペさん、ロックオンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。これどうでしたか？なんか本当に見てなくて。やばいやばい。しっかりとね、しっかりと見ますよ。刻み配信でした。次はサイアンフェスです。よろしく。あ、レインボースターとかもありがとうございます。このシュールさが好き。2周投げました。え、ありがとう、嬉しい、かわいい、ありがとう。あと2枠ですね、ラストまで。あと2枠です、よろしくお願いします。もうラストです、ラスト2枠。じゃあまたね、ありがとう、また待ってます。ありがとう、ありがとう、またねー。またね。